先生先週は本当に「目から鱗っていう日本の歴史世界の歴史、はい、話してくださいましてありがとうございます。あそれでですね一つこのこういう歴史をまあ書き直すって言ったらおかしいんですが正しい歴史を書いてるっていうことで、はい、今のアメリカの社会でも、まあ、もしかしたら日本も同じどこの国もそうですすごいやっぱり抵抗がありますよね主流からのね。ええ、そこで このハミルトン、パブリッシングカンパニー、なぜ引き受け、あれだけたくさん断られたのに。なぜこの出版社だけが引き受けてくれたのか、なんかその原因は。ええー、それはですね、まあ。実際のところ、どういう理由で認めたかわかりません。ただし、あそこのハミルトンブックスというのは。うん、おそらく、我に。そうですね、この。寛容というか。 多少いろいろ違った意見も採用する会社のようなんです。ちょっとリベラルなところ。とええー、例えばですね。うん、はい。この。ここにありますね。えー、はい。ヘンリーストークスの本というのがありまして。はい、これはあの。ニューヨークタイムズの東京市が基局長であった。イギリス人なんですけれども。うん、ヘンリーストークスという人が。まあ、メモを書きまして。で、いかに連合軍が語ってる。 歴史というのが間違ってるかというのを本にしたのがあるんですね。でこれを出版したのもハミルトン。これもハミルトンから出てるんです。でこれは去年の10月に発行されたんですけども、まあ、これは今年の5月に発行されています。ということでハミルトンブックスという出版社はかなりいろんなあれですね主義の本を出す。 出版社のようですそれでまあこれまだ出版して間もないんですけれどもいろんな意味においてやっぱり特に英語の世界ですから、まあ、アメリカでこれからいろんな人が読むことになるんでしょうけれども今までの歴史とは全然違いますね先生はどういうリアクション読者たちからですねどういうリアクションがあると思いますかあの,、えー、いやあのですね、まあ ルルーズベルト、これはあのフランクリン・ルーズベルトのことですけれどもがかなり、えー、まあ通常のあれですねあのアメリカの政策から離れて、えー、日本を挑発して戦争,を導い戦争に導いたというのは一般的にある程度知られてる説なんですね。 でこれを、ね、ルーズベルト、えー、まあこのコントロバーシーとかですね、えー、そのルーズベルト・シークレットとかそういうようなことで言ってますけれども従ってアメリカの中でもかなり知られてまあ、例えばですね、えー、アメリカの有名な歴史家が既にもう1952年あたりにルーズベルトはこういうふうに 危ないことをやったという本はもう出てるんですね。それから、えー、アメリカでもそういう種類の本がいくつか前に出てるんです。あれですね、この、えー、フーバーというこれはルーズベルトの前の大統領ですけれども、うん、まあこれはルーズベルトに1940、あ1930 9年の戦争選挙で負けた大統領候補まあその時は大統領だったんですけども。ということでまあルーズベルトに反感を持ってたということもありますけれども彼は非常に歴史的なものについてメモをたくさん書いてそれをずっと出版せずに置いておいたんですねで彼の,、まああのあれですね。 えー、まあ同僚というか手下の人がやっと5年ぐらい前にフーバーのメモアるルとしてこういう分厚い本を出したんですそこにも明瞭にルーズベルトというのは戦争を企んでるアメリカは今まではそういう種類の戦争は全然やらなかったんだけども フランクリン・ルーズベルトというのは、えー、日本を挑発させるように一生懸命やってその結果として戦争が起こったということを書いてるんですね。ということで、えー、まあアメリカで全く知られていない説ではないわけです。うん、それからもうう一つはですね、まあ、ダグラス・マッカーサーサという まあ日本占領の時の司令官がいたわけですけれども彼が1952年にトルマン大統領によって免職させられてそれで彼はアメリカの上院に招かれて一体ねその占領政策でどういう問題があったかというまあ公聴会といいますかねその えー、コミュニティに出席していろいろ発言した、うん、その時にあマッカーサー自体が、えー「日本は自己防衛のために戦争をした」と言ってるんです,、うんますね、つまり別に侵略のためではなくて結局何も日本は石油は入れられない。 えー、アメリカによる資産は使えないそうすればどんなに弱小の国でもなんとか武力でもって解決しようとするのは当然であるしたがって日本が戦争したのは自衛の戦争であるとマッカーサー自体が言ってんですね。ということでまあ別に新しい、えー、説ではないんですけれどもまあ ここで言ってることの一つの、まあ、特徴はですね、えー、まあ先ほどねこの50年経てば資料が出てくるとおっしゃったんですけれども、うん、そういうようなことで新しい資料が、まあ、秘密の資料が出てくるわけですけれどもそういうものをベースにしていろんな人が本を書いてるわけですね。 その中で、まあ、いくつかの資料を集めてんですけども一つはですねこのルーズベルト大統領が、まあ、当時1940年41年の頃ですけれどもアメリカでは武器の生産があまり行われていなかったそこで彼は不安を感じて民間の企業家を集めてこれはですね例えばジェネラル・モータースの社長とかそういう人を集めて。 年間1ドルで国のために奉仕してくれということで数名のそういう起業家を集めてそして武器生産のプログラムを始めたわけです、うん、結局武器を作れるところにどんどん発注して武器を増産するというのをやり始めた、うん、そうですか先生あのいいところまで来ましたけれどもまたコマーシャルの後、はい、引き続きお願いします <laughs> すいません。 はい先生それであの企業たちを集めて武器を作ってくれという命令が出たわけですねアメリカ政府が各大企業に対してねそ,それからさらにですねこのアメリカの海軍のには大体大西洋艦隊がいたんですけれども、うん、それだけではまずいということで太平洋艦隊を別にしましてそしてそれを真珠湾を 本拠にして、えー、軍艦をそこに集めたということで、まあ日本との対戦についての準備をしてたわけですね。今思えば恐ろしいことですよね。えー、日本は何にもつい知らずに、そ,それからさらに日本の国民も日本との戦争になるとやはり軍隊の中で日本語がわかる人が必要だということで。うん そこで新しくこっそりと日本語学校を作って、うん、ハーバードとそれからサンフランシスコのそういう学校を作ってそれで育てる日本語教育を育まあその若い人を集めて日本語教育を始めたんですいわばスパイの妖精みたいなもんですよねそうです,そうですねう<年> 戦争始まる直前ですけどそういうことうううしがあったわけですね。それにまあそれからさらにイギリスと、えー、オランダですね結局オランダイギリスってのは太平洋でかなりいろんな拠点を持ってた植民地よね。そこと一緒に行動しましょうということで例えば オイルの日本への輸出禁止というのはオランダイギリスとアメリカと同時に一斉に輸入禁止輸出禁止というのをやってるわけです。ということでもうその三国で共同して日本に対抗してるわけですね。それから先ほど言った資産の凍結そういうことでもう日本は日値もさっちもいかない。 もう自滅する危険になってる。自,自滅するよりはなんとかね武力で持って、ね、道を切り開く可能性があるんじゃないかということをまあ日本側では判断したわけですね。うん、しかし先生こういうお話を伺ってますとね簡単な一言で言えば窮鼠猫を噛むということですよね。そうですそうです。えー、誰だって最後の最後にはもう。そうです。 一か八か八やってうないと、えー、うでっていうことでまあいわゆる真珠湾攻撃をやっちゃったわけですね。です,ねですからねやはり日本国というのは、まあ、または日本民族というのはやはりね誇りのある民族ですからね。武士道の国だです、えー、もうただ大国の言うままに、えー、この属国として。 生存するというのはこれはやりきれないということなんですよねまあしかし先生この国まあこの国この世界今でもですよやっぱり欧米人がいわゆる白,白色人種がどことなくこの世界を支配しているような G7 でも G8 でも G20 でも G なんとかなんとか全部東洋人せいぜい二人最近やっと中国が入りましたよねそ,そ,そ,それまで全部白人が それを見てると全世界はこの国々が支配しているようなう、ね、ルールを決めてるような感じがしてなりません。いや本当ね、まね、あ、この本にも書いてありますけれども結局日本は非常にこのアジアアフリカそういうようないわゆる行進地域の中では唯一非常に頑張って。優秀な 独立を守った国なんですね、うん、ということでまあ戦争の結果としてまあこれは敗戦ということでその結果として占領されてそれでまあアメリカの言いなりになって、まあ、占領政策というのがあってこの占領政策というのは二度と再び 日本がアメリカに歯向かわないようにするという大目的のもとに、まあ、行われた政策でこれがまた非常に効果的にやられてたねそういう点では、ね、占領政策が大成功なんですねその結果として日本人が育児なしになって。 何でもアメリカさんの言うことを聞きましょう <laughs> というような民族になってしまった。ということでこの本の結論としてはこの大東亜戦争というのは決して侵略の戦争ではない自衛のための戦争致し方なく行った戦争であるから 日本はそれについて恥じらうことはない日本は正当なことをしましたしたがって日本はその他にもかなり世界に貢献しました例えば現在アジアの国およびアフリカの国が自立独立しているのはこれはまあ 日本が死ぬ思いでどれだけの兵士たちが命をやった結果であると,と自分の国を守りながらもよそ、ええ、の国たちがのことも大切に。そうです、ええということでかなり、まあ、日本は非常に世界のために。 貢献した貢献、うん、戦前そうですね。ええ、あっちこっちお金を寄付したりして円、ええ、を円借款したりしてこの,この発展途上国のためにかなりお金をつぎ込んで発展を助けた,そうでた、ね、ということもありますので日本の人は自信を持って大手を振って世界を走り回ってください。 といあの戦後これだけ本当にそにいろんな国へ貢献したりしてお金を入れて建設入れたり人材を送ったりしてこういうことは一つもせ、ええ、あの国際コミュニティから褒められていないしただ何かあるとすぐまたあの戦争がどうしたこうした <laughs> 南京がどうしたこうした、うん、慰安婦がどうしたこうしたって。ええ、いやそれはですね それは実際にまあアジアの中の2カ国または北朝鮮入れて3カ国に限定されると思いますけれども他の例えばインドネシアとかフィリピンとかマレーシアとか、うん、そういう国では日本の評判は決して悪くないです。で日本はそういう国に対して非常にまあ これは、ね、あの,独立のためにもかなり、えー、貢献してますで。例えば日本の軍隊がインドネシアに入ってで終戦を迎えてかなりの日本の兵隊がすで、えー、に戦争のあるとあ間にですねインドネシアの人を訓練軍事訓練をして軍隊として動けるようにしてたんですね。うんうん で戦争が終わってから日本の軍人がかなりそこへ残ってインドネシアの軍隊を、えーまあ、力添えしてそしてオランダがまたやってきた時にオランダを撃退することにかなり役立ってるんです。というふうにしてかなりこの、えー、そういう国の独立のために。 日本は貢献してるんです間違いありませんね,これはねまあ軍事的にも貢献してますし、うん、それから戦争の時に戦争のために例えば連合軍のまあアメリカ、えー、イギリスフランスそういうオランダとかそういう国がかなり経済的に疲弊したんですね、うん、したがって植民地を統括する力がなくなったそこでそういう国が 独立した。例えばインドが独立したというふうに、今まで植民地だったところが独立したわけです。そうですね。ということで、大いにまあ日本は貢献はしましたね。そういう国のために、はい、役に立ってるわけです。先生ありがとうございます。それでですね、来週まあ先週と今週はまあ歴史の話をしていただきまして、来週はね。 先生が東海岸行かれて国連入って、はい、どういうお仕事をされるかそのお話し,していただけますか。<laughs> 今週はどうもありがとうございました。はいまあ